スキンヘッドの剃り方。はい、タンクポップのカックでございます。先日ご紹介しましたこちらの泥練り洗顔、これをね使ってみたいと思いますよ。そうしましたらまずこちらを絞ってみたいと思いますが、これねこういう感じで、これ結構ね練りが強くて結構握力がいるんですよ。ラズコにね、まあこんなもんかな、ちょっと2本になっちゃいました。こんな感じで、これを、いや僕はもうそのまんま練り練り洗顔でやってみましょうか。そう、この間の動画を撮ってから、毎日使ってますけど、どんな感じなんでしょう。もう僕の場合は顔と頭一緒なので、こうやってね頭とか耳の裏とかこの辺まで一緒に洗ってしまいます。大体ねこんな洗い方今までしたことないんでね、どうなるんでしょうね。これで首から上はまんべんなく洗えてると思うんですけども、では流してみましょうか。はい、流し終わりました。どうでしょうね、ちょっとこんな感じ、こんな感じでございます。はい、これからもっと使い続けてね、どんな感じになるかまたレポートしたいと思います。タンクポップのカックンでした。やけどすんなよ。